めでとうございます。イエーイ。トミーとミサトのゆる旅です。2023年はいろいろありましたけど、はい、ミサトの出産、ミユちゃんの誕生がメインイベントでした。はい、1月29日に産みましたね。1月29日に産んで、動画はこちらです。赤ちゃん太陽は、いや、まあ太陽の時に比べたら楽勝って言ったらあれですけど、まあ、まあまあ、楽はできたっていうか、流れが分かってたんで、レベルアップした感じでね、まあ、余裕を持って出産をすることができました。はい、お疲れ様でした、ね、ありがとうございました。みゆちゃん生まれてきました。はい、それが無事に終わって、なんやかんやで忙しくしてたんですけど、自分のは仕事を3年近くやってたんですけど、はい、まあ、ちょっと一旦23年で切りよく辞めさせてもらいました。お疲れ様でした、3年間本当にありがとうございました。いや、まずこのうちら旅人だったからね、3年間ね、こうやって定職について何年もやるっていうのは初めてだったよね。初めて、私はできないから、本当お疲れ様って感じ、うん、で、まあ、やってみたい思ったことは、まあ、生活はできるけど仕事に時間が持ってかれすぎて、まあ、なんか何のために生きてるんだろうと思っちゃってまあだから魂がね、喜んでいないと言いますか、魂がなんかない状態で3年間過ぎていったのがちょっと自分の中ではだいぶ辛かったので、まあこれからは自分の魂に正直に、うん、正直に楽しく、2024年はもう自分で感じるままに動きたいと思います。最高。どこ旅するんですか？日本一周とりあえずしてみたいと思います。九州だね、うん、まあ、西側あんまり知らないんで、西日本ちょっと行きたいと思います。そうですね、そうだね、あとはまあ心地のいい場所が見つかれば住んじゃう。わかんないけど、ちょっと住んだりね、住んだりもするかもしれない。なんかちょっと田舎生活もしてみたいというか、いろいろやりたいことある、いろいろやりたいことがあるし、農業とかもやってみたいし、めいちゃんめいちゃん、まあ何でもできると思うから、とりあえずやりたい放題やりたいと思います。まあそんな感じで、これから2024年スタートにいろいろやっていきたいと思いますので、はい、応援よろしくお願いします。じゃあ皆さんよろしくお願いします。まずはチャンネル登録からお願いします。バイバイ。バイバイ。ピー。こんな感じだね。組んでいきます。組んでいこう。